問題です。この盤面ができるのにかかった時間は何分でしょう？答えは、動画の最後で。さて今回はこのフル HD テトリスモアというブラウザゲームを実況していこうと思います。これは一体どういうゲームなんだ？簡単に言うと縦と横が大きすぎるテトリスです。もしかしてこの小さいのがテトリスのブロックなのか。そうなんです。この小さいの一つ一つがテトリスのブロックなんですよ。でもこれ無理ゲーじゃないの。途中で投稿者が目が痛くなったって言ってたからなぁ。しかもテトリスとセリフの字幕を被せている時点で察しちゃうよな。というわけでちょっとカット。お、だいぶ画面が変わったな。これで何分くらいカットしたんだ。ね10分くらいかな。この状態で10分って一体何分でゲームオーバーになれるんだよ。そうだねー。もうちょっとカットする。頼む、半分くらいまでがっつりとカットしてくれ。了解。ちょっと待ってねー。一応聞きたいんだけど何分カットしてこの状況なんだ。エンターをしながら約30分くらい放置してたよ。そしてカラフルな色合いがちょっと気持ち悪いって死んだが霊夢はどうだ。降り積もる雪みたいで幻想的な気分になっているのは私が変なの。霊夢、お前テトリスに毒されてるぞ。収録が終わったら病院に連れて行ってやるよ。さて開始から約50分経った様子だよ。正直なところ私たちは一体今何と戦っているのか疑問なんだぜ。ああ、エナジードリンクが飲みたい？いいね、エナジードリンク、後でモンスター街に行こうぜ。私レッドブルの方が好きなんだけど。いや私はどっちでもいいんだがそんなに差があるか。なんかレッドブルの方がスカッとするっていうかさ、なんて言ったらいいんだろう。とりあえずどっちにせよ後でコンビニ行こうな。思ったんだけどさ、これって見ている側も相当辛いよね。確かにな、終わりまで飛ばしちゃう？終了。記録は、1時間と10分。それで箱の耐久動画に付き合ってくださった視聴者の方々、ご視聴ありがとうございました。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録は、していただけましたか？もしまだしていないのであれば、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価や、コメントもあると嬉しいです。私の上にあるボタンを押すと、違う動画に行くことができます。それでは、他の動画見てまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。